お、でもゆっくり君こたつけないね、ゴミね。ひどいやつらやで。めっちゃ怒ってるな。めっちゃ怒ってるな。私繰り返すんやか。さらにさ、歯かけんなよ、歯かけんなよ。お、歯がいくんじゃないこれ。お、あ、直してる。あ、直してくれてるやん。あ、冷静になったんだな。いや、そこのゴミ。かな。じゃあ、これ入れに行くか。これってどうやって入れるのこれ。あ、落ち着かせるがあるやん。え、嘘。あ、ほんとだ。一回カームダウンさせるか。どうしたんそんな怒って。そんなんジョークやんか。ジョークってなんだ。一番はお前やで。納得してくれたんかな。したのかな。してるんかな。いや、まだ怒ってるで。あ、あ。ほら納得したで。うわー、納得した。ひらめいてる？ええー。何をひらめいたんだろ。ええー、二言三言交わしただけで浮気を許した。今あれだな、怒りがもう。怒りがもうプスッと聞いたんだろうな。マジかよ。ああ、俺にメロメロやからな。ちょっとサラは、サラ。おい。あ、危ない危ない。おい。危ない危ない危ない。外出るって。危ない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 。危ないって誰か誰か仕事中やぞ。俺仕事中だから。ああ降りてる降りてる。サラどこ行くんやろな。え、どこ行くのこれ。階段上手に降りてるけど。わあああああ。危ない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 。どこ行くの。どこ行くん。なんか。あ、僕は何から。あ、一応出といて。オッケー。気づいて気づいて。あ、道路渡るって道路渡って。ああ危ない危ない。海外のハラハラする映画みたい。さらわれちゃうんじゃない。カンさんもそれが入るかとしたら、じゃあ俺迎え行くわ。もうなんか飲んでるよ、ほら。飲み物持ち歩いてるんや。あ、岩切くんがもう普通に迎えに行こうとしてるじゃん。ああ、もう指示する前から心配してよかった。あの辺り来た。あれ奥さん出てったぞ。出てった。チャンスやん、クラゲ。よっしゃ、よし、ウフフや。行ったれ行ったれ。結局誰もサラを家の中に連れ戻さんかったわ。でもサラは勝手に帰ってきたから。え、嘘。え、勝手に帰ってきてるよ。そんなことなかったわ。おい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 。じゃあもうしょうがない、俺行くわ。じゃあもう誰も行かんから。ちょっと岩切くん。うん、じゃあ風呂に入れるわ。もう井上。今日落ち込んでるな。井上落ち込んでるで。なんか人生あったんやろな。ぶつけたやろ。ぶつけたぶつけたバレたやろ。これで安心だな。あ、あ、あ、やりたい放題だな、マジで。うん、ま、さてさて。あ、岩切くんでもなんか持ってた飲み物のやつ置きっぱなしだよ。おい、オリビア来てるぞ、クラゲのとこに。おい、何もしてないで。元気やった。いや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 。大丈夫やで。もう一回終わってるから、もうあんまりあんまり言わないで。大体あげろよ。どうもやっぱりババアだしな。うん。あ、泣いてる。やっちゃ泣いてない。そう、セックス終わっちゃ泣いてる。私って本当ダメな女ね。いつも流されて。俺をそういう道具に使うな、自分を慰める道具に。私ってすごい流されやすいからって、これでリセットされてると思うやろな、この女は。すっごい寂しくて、一回一回帰ってきてよって泣きながら。泣いたからセーフじゃないからな。あ、岩城君お疲れ。さらば、あ、でもお腹空いてるよ。こんなお腹空いてるのがしょうがない。もう飯も一緒に食わすわ。さらの世話をするためにさ、オリビアさ、辞めさせたのに。オリビア何をしてんの。家事育児全然せんやん。踊ってるぞ。一応岩切くん無職というかフリーの画家やってんねんから。岩切仕事させろや。岩切くん稼ぐようなんだから、どっちかっていうと。いや、もうこの夫婦終わってんな。よし、じゃあ俺が絵描いちゃうかな。本末転倒を。古典画描けるよ。古典画しか描けんもんな。たまには大きな古典画を俺が描いてやるよ。岩切くんより上手いぞ、最近の。はい、はい、ただいま。パパズラすんなよ、お前。じゃあこれシムスタグラム用や。このタッグ。もう600人やで。ほんとだ、地道な活動が見えますんだな。
いや、音楽でコンサート開いた方が早いんちゃうか、なんかそういう。できんじゃないの、ちょっとしたライブも開けるぐらいの技量あるんじゃないですか。で、技量ないよ、だってこいつ練習してないもん。そんなしないっけ。その辺の通りで弾き語りしてくださいよ。あー、なるほどね、そうか、それができたら、それでお金稼げるんじゃなかったっけ。そうだ、やってみようよ。稼ぎつつ、なんかちょっと練習にもなるでしょ。どうやって。ギター多分一回拾っていけるんじゃないですか。これを所持品に。お、これ、お、これ新しいゲームやってる、これ、ほら。あ、悪魔城やってる。これ悪魔城ドラキュラなの。それで、もう完全に無知やってたもん。海外にやっぱ悪魔城ドラキュラ人気なんだな。いや、俺いいから早く引き逃げて。俺お皿持ったまま行っちゃったけど大丈夫かな。アイザックなんかしばらく家で見てない気がするけど、どこにいるの。いや、もうアイザックこう。ゲリラライブや。曲演奏する。ロック。ロックやろ。唯一無二の存在へ。おお。聞いてください、唯一無二の存在へ。まあまあ最初はね、まあ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 ね、まあ、いきなりはね、ゴスベル来た、ゴスベル来た、ね、これは俺は来てくれるやろな。おお、俺は唯一無二の存在、イエーイイエーイ。誰も俺の代わりにはなれない。こんなに素取りされる。さてとっと。ヘラ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 ってなるなや。通りのあるさ、そのじゃあやっぱ人がいるところに行くべきやったな。家の前とかさ、人おったけどな、結構家の前の道とかいいんじゃないさ、そこで。あ、なるほどね、ブルースで行こう。また会おう。おお、それでは聞いてください。また会おう、また会おう。ちょっと見られてたな。まあ、レベル上がってっからいいんちゃうん、じわじわ。あ、確かにな。やはなより全然いいか、うん。家の中で練習するよりは。確かに。チャンスは広がってるわけやから。一回、そして、一回これのことをツイートしておこう。もう、そっちメインやんけ。うぜえ、こいつ。ついに初ライブ。初ライブ。客これからガンガンお客さん増やしていくぞ。お、よくよくね、完成してんじゃない。これ300たたおぉ、いいよこれ持って。なんかレベル上がったもんって。巨匠すごいな。自信も出てくるわ、そりゃそんな高く売れたら。あ、もう一枚じゃあいっとくわ。古典画がなんかランク上がったらしいんだから、上中級だからの書けるようになったみたいな感じ。へぇ、じゃあ古典画いくわ。あの食事のコマンドで毎回みんな困ってるという感じを見受けられるので、なんか今おのおのみんな作ってる感じだよね。そうそうそう。ちょっと俺料理ちょっと作っとこうかな。おお。でも俺がいなくなることによって回るようになってくるんちゃうかこれ。いや、どんどんそいつがいなくてもよかったなっていう感じになっちゃうな。やっぱりあいつじゃなきゃなっていうのが。いらんいらんそんな。そういうのかね、みんなね料理が上手になってきてるんだね。ピーダソン・ケイラをサービス係とかやっとる。あなたうち一個じゃないの。あ、そうだよな。じゃあちょっと雇ってみるわ。いやいや、料理するんちゃうんかい。え、待って、すごいことない、ハーチがいる。おぉ、すごい。誰これ、誰これ、若き頃のオリビアか。これ、名画なんじゃない。これ、名画いくんちゃうか。うん、これ、名画っぽいよね。おぉ、完成した。どうどう、素晴らしい。470。名画だ、岩切君、名画だったよ。あ、名画できた。おぉ、素晴らしい。おぉ、ちょっと名画売りたくないな。よし、確認でよ。いやいや、稼いでくれな。いや、でも初めての名画なわけだから。同じのができちゃったら行こうかな。じゃ右捨てていいぞ。これその2つじゃ、コミ2つじゃ。これと交換やろ。ここそう、そこでいいや。おぉ。おぉ、なんかやっぱ素晴らしいよ。ちょっと違うな。じゃあ、古典が行っとこう。あ、同じのやな、これ。古典がもうこれなんだな。うん。続いただけちゃうか。あ、素晴らしい。おぉ、いいやいや。おぉ。うる？うるうる。いや、金になるな、300稼ぐんか、1枚で。いや、岩切君、働いてるのがバカらしいね。1日300くらいだろ、俺とかの仕事って。お前も仕事辞めたら、もう。辞めるか、またギター、ね。いや、お前は何もないねん。ないねん、お前。いや、これからギターでガンガン食っていくわけやから。食えるようになってからやれや。
稼ぎゼロやんけ、今ギターの。じゃあ仕事やめよう。なんで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 俺だけだもん、今仕事してんの。いや、犯罪者も仕事してるで。犯罪者仕事じゃない。岩切君も仕事はしてるで。フリーでやってるから、勤めてないだけで。んですよ。なんだ、あそ、半分遊びみたいなやつで。舐めてるこいつ。舐めてるわ。オリビア、なんか詰めてきてるみたいで怖いわ、後からついてくんの。でも仲良しだよ。よかったよかった。よしよしよし。あれ、オリビアといい友達になりました。離婚した？離婚したの？え？見て見て。どういうこと？どういうこと？あ、友情が上がっただけちゃう。フレンドリーが。ああ、なるほどなるほど。そういうことか。いや、ほんまに子供作れへんねんな、シニアとは。大丈夫、怒られへん。すいません。ちむちが。まあ、そういうもんだろ。それから、黒人の子も落とさないけど、子作りをしてからというもの。そやな、確かに。あ、今入院中やろ。立ち会えよ。ちょっと呼んでみる。今どんな感じ。妊婦とかあんのかな、思い切って。あったっけ。あ、今まで子供できたやつおらんのか。そう。ピンクがフルじゃん、もう。もうマックスまでいってるじゃん。サラがもう泥だらけや。誰か。薄汚れてるよ。オリビア全然家事せんな。オリビアもオリビアやってくんねえな、俺も。家事も育児もせず、お旦那は他の女に取られ。息子も犯罪者になってるわけだからね。まあめちゃくちゃ、確かにな。俺と結婚して人生めちゃめちゃになったな、オリビア。もう、なんか牛島くんの世界やな。ゲロ入ってる。お、座りじゃない？すごい。あれ？お腹大きい、やっぱり。やっぱお腹大きいよ。パンパンや。あれどこ行った？ああ、行った。まだ泣いてるやん。まだ泣いてるやん。ついに子供も出てきちゃったよって。ごめんなさい。泣いてるとも見て見ぬふりやん、お前も。めんどくせえっつって。一緒に写真撮っとくか。まあ、せっかく妊娠してるわけだしな。そうだね。せっかくほんまシムスタのことばっか考えてるな。シムスタのやん、シムスタの。映えるでしょ、これ。ヤキ君、コーヒーメーカーが壊れてる。そう。ヤキ君、寝てるね。俺の負担がでかい。お腹は入らんのか。なんか入らへんな。泣いてるぞ。泣いとるわ。あ、でもこれでシムの写真を撮るだったらあれで撮れるんじゃないの、うん、これで撮るだったらこいつを止めるんじゃないの。あ、なるほどなるほど。おー、あー、なるほどなるほど。微妙に、お腹を縦にできるのか、縦にくるって変えるやつ、これかな。あ、おお。いやいや、それでいいね。じゃあ、岩切君が負担になるって言うんだったら、もう俺もコーヒーメーカー直すか。無理あるだろ、無理あるだろ。でもさ、岩切君の修理スキルを上げといた方がさ、後々得なんじゃない？多分俺も今、修理スキル、今見れたっけ？修理いくぞ、俺。器用さやろ、6じゃない。高いね。6だ。貝が7か。いや、もうすごい、料理5やん。岩切君、多分この絵で一番いろんなことできる人だと思うよ。うん。これちなみにクラゲになると、クラゲテレビゲームかな？テレビゲームかな。プロゲーマーやん。やったな。一枚か選べんの？あ、俺も見れ、一応見れる。お前が一番何もできへんやん。うまいな。もう以上何も持ってないやん。あれ、浅く広くが出てるな、本当に。いや、やっぱギターこれから頑張っていこう、マジで。あ、ギターだってテレビゲームと同じしかないねん、テレビゲーム。うわぁ。これから、もしやっぱ仕事辞めるしかないな、俺。いや、だから何もつけ、手に職ないねんって、今。まあ、じゃあ、脇目を振らずに頑張らないとっていうとこじゃん。あ、人しきり泣いて帰ってたぞ。お疲れ。お疲れさ。よし、俺ちょっとゲームスキル伸ばすで。ぼんやり、あ、感電してるわ。感電してる。重度のやけど。やっぱ修理するもんじゃないな。素人がやるもんじゃないな。ヤキリ君、余裕あるね。ゲームやってる場合か。あ、もう1枚かけば300何本ですからね。
そう、あれ、あれやで、結構誰も逆らえへんからな、岩切君。俺、一回一日働いて168だよ、岩切君。マジでどうなんだろうね、弾き語りってどれぐらい稼げるんだろうね。嘘でしょ、本当に。いや、俺も一回の絵描いて500ぐらい儲けたいな、一回ギター弾き語りして一回500とかだったら、もうめっちゃ仕事なんてやめてやるのに。コンサート的なのって絶対開くんだろうね。ある程度レベルいるんじゃない？ああ、そうなのかな。俺の宇宙飛行士の夢は夢半ばで途切れたわけやからみんなには頑張ってほしいわ。まだわかんない、帰ってくるって台所に来たぞ。危なっかしい、誰か遊んだれよあんまりみんな子供に構ってないからこのまま成長してないよね、スキルが。言葉教えたりせんでいいんか。一応スキル、オリビアとかさ、クラゲとかさ、ずっと家いんねんからさ、うん、何のために仕事してへんか今一度考えろよ俺もね、世話しないんですよ。本当にやることがないと世話しないんですよ。まあ、死んでるやつに何言われてもないやー、皿の近くにいてあげたかったくそー、こんな奴らの家で生活してるのが皿がかわいそうや。いやね、生きてる我々の選択ですから。お前のせいみたいなとこあるけどな、この現状今更の。なんで俺が俺のせいだそもそも下役が勝手に連れてきたんやで。え、お前だろ、お前が養子が欲しいって言ったから終わってんなお前怖すぎやろ今の会話。いや、今の会話がサラちゃんに聞いてないこと祈るわ終わってんぞ、サラちゃん聞いたらもうグレるしかないで。こっからめっちゃやるから、こっからすごい世話する。じゃあ、早せえや。寝てるんだろ、今。どう見ても寝てるだろ、今。疲れ果てて。仕事から帰ってきて。ほら、お前優先。ほら、お前優先。それはそうだろ。眠くてもやんねんぞ、お前。それが子育てやぞ。え？え？自分より子供優先しろ。世のお母さんはどんだけ睡眠不足か。世のお母さんは一人だからでしょ。この家はみんなやってくれる人がいっぱいいるから、俺以外にも。いや、おらんねん。あ、泣いてる。あ、泣いてるぞ。あ、オリビア起こした。あ、オリビア。あー、しよしよし。なんでやねん。あ、みんな起こし始めてるぞ、サラ。かまってよーって。誰も愛してくれない。起きて遊んでって、ほら。岩切くん。岩切くん。遊んでって泣いてるで。なんかできるか、じゃあ俺。お、起きた起きた。まず飯のこと考えてるやん。うわぁ。うわぁ。岩切君もうおしまいだね。いや、だから、この現状見たやろ？お前、この現状見て、どう、なんか思うことあるんちゃうんか、お前は。え？ね。お前や、お前、なんで人任せやねん、いつも。寝てるじゃんか、俺は。起きたらやろうとしてるって。なんで起きたらいいの？起きろよ、すぐ。なんで、サラちゃんがお前だけ起こさへんかっていうとこですよね。そうよな。俺のことをやっぱ心配してくれてるんだろうな、疲れてるから寝かしてあげようっていう。違うわ。気遣いだよね、気遣い。よそろしてと思っとんねん。ロザリオダンと一緒や、お前は。あ、ほら、起こしに来たぞ。じゃあ、関係ないって。ほら。寝るってもう。一人で寝るでもう。もう、自立ができるようになってるやん。泣ける。いいのか悪いのか。寝かしつけるとかいらなくなったんだな、もう。あ、もうこれもう下役さんが寝たで。あ、そろそろ12時じゃん。お、今日こそそろそろ出てきてくれよ。さあ、どうだ。お、来た。お、来た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 。やっぱ12時に見といた方がいいんかな、12時台に墓を。かもね。また寝てるけど。全員寝てるね。フレンドリーやっとこうか。ウィー。どうもどうも。握手から入るんや。幽霊と握手から入るとおもろいな。いや、最近ゲーム握手悪魔女がおもろいね。ええー、な、俺もやりたいな。でもな、メカに認知されへんねんからだろ。劇的な話でもしとくか。あ、やべ、入ってきちゃった。やべえ、やりこうよ。なんやねん。俺んちやぞ、言って。俺んちでもあんねんぞ。床が濡れるから。え、嘘やろ、シーンとなったプールで。自虐が効いてるやん。もう俺と島屋くん仲悪いな、仲悪いな、会うたびマイナスや。
いらんことするわほんま。幽霊にも聞くかどうかだよな。よく水場でやろうとするなお前そういうの。お前も感電しろ。うぃうぃお前やってるやん。お前やってくれたな。つえ情けない。つえ発表しまーす。スイちゃんが落とそうとしていた黒人妊娠しました。仲良くなってるやん。よかったんだな。やっちゃいました。